尊王上位、尊王上位とは、君主を尊び、外敵を退けようとする思想である。江戸時代末期のミト学や国学に影響を受け、維新期に高揚した政治スローガンを指している。国家存在の根拠としての尊王思想と侵略者に対抗する上位思想が結びついたものである。王を尊び、エビスを払うのい古代中国の春秋時代において、 修王朝の天使を尊び、領内へ侵入する遺敵を打ち払うという意味で、覇者が用いた標語を国学者が輸入して流用したものである。聖の観光は修室への礼をうせず、諸侯を一致団結させ、諏訪に代表される遺敵を討伐した。その後、尊皇上位を主に唱えたのは、総学の儒学者たちであった。修の天使を王のモデルとしていたことから、もともと、 尊老と書いた。日本でも鎌倉時代、室町時代は天皇を王と称する要例も珍しくなかったが、江戸時代における名文論の徹底により、幕末には尊老に置き換えて用いることが多くなった。なお幕末期における尊老上位という言葉の要例は、水戸藩の藩公行動官の教育理念を示した、徳川成明の行動換気によるものが最も早く、 少なくとも幕末にルフした尊能上位の出典はここに求められる。行動喚起の実質的な起草者は藤田東庫であり、東庫の行動換記術儀によって行動喚起の解説がなされている。幕末尊能上位論は水戸学による影響が大きい。江戸幕府がオランダや朝鮮を除いて鎖国政策を続け、その鎖国下で、 封建的な支配を続けていた約250年の間に欧州、米国は各種の根本的な革命を成し遂げていた。また、欧米は大航海時代以降、世界各地に進出し、支配領域を拡大し、さらに帝国主義の波に乗ってアフリカ・アジアに進出し、植民地化を行った。欧米列強は東アジア各国にとって脅威となっていた。 1840年、新国はイギリスと戦争となり、香港島を奪われた返還。日本でも、北海道で、五郎人事件、九州で、フェートン号事件といった摩擦が起こり始め、これらの事態に対応するために、外来者を打ち払って、日本を欧米列強から防衛すべしという思想が広まることとなった。こういう侵略拒否。 植民地化拒否を目的とする思想が上位論である。また、国内では、平田厚種などによる国学の普及に伴って、民族意識が富に高まっていた時代でもあった。1853年、米国の東インド艦隊司令長官、マシューペリーが黒船で来航した際には、太平の眠りを覚ます植木船立つた四杯で夜も、眠れずという教科が読まれた。この、 ペリーの黒船来航による外圧にどう対応すべきであるかという問題を江戸幕府が諸藩に諮問したことから日本各地で幕末の尊能上位運動が本格的に発生し始める。1854年、それまでの異国専務2年打ち払い例にとって変わり、下田と函館を開港地とする日米和親条約などの和親条約が米英路と締結される。この和親条約により、 日本は諸外国に、浸水、食料、石炭、その他の便宜を与えることとなる。その後、安政の大国、後部合体運動、和宮都下、第一次徴収制伐、長幕戦争に見られるように、江戸幕府は弾圧と怪獣により、諸藩を鎖国下に置いたまま、1858年の不平等条約による五行の屈服解雇を、 京都朝廷とと諸藩に承諾させようとし続けることになるこの5校は、下田神奈川、函館、長崎、兵庫、新潟であり、いずれも不平等条約による本格的な公易のための開校地であった。このような幕府に対して、根本的な幕政改革を要求する薩摩藩や諸藩連合による新たな全国統治を画策しつつ、 全面的な開国による上位を要求する、長州藩が、朝廷政治と幕政の両方に、大きな影響力を持つ存在となっていった、西郷吉之助、大久保一蔵、1858年の時点で、欧米への留学を希望していた、吉田虎寺、桂小五郎を、1861年に建築によって、公開演略策を幕府に認めさせた、長井我学、 京都朝廷と諸藩への終戦活動を行い続けた、桂小五郎、草加義介など。ところが、幕府側の度重なる弾圧によって、尊老上位の志士たちの京都朝廷への影響力が小さくなっていた1865年、それまで一貫して安政の不平等場への直居を拒否し続けていた、公明天皇が直居を与え、即婚上位が基本的に不可能となった。 この時点で上位の意味は実質的に早く上位のみに変わった。すなわち不平等条約撤廃という意味だけになった明治政府により達成される。長州藩の吉田とラジ、桂小五心を長井が学、越前藩の松平春学、津和野藩の大に高浜さによって欧米列強の圧力を排するためには一時的に外国と開国してでも 国内統一や布国強兵を優先すべきであるとする大開国、大上位が唱えられたことは、開国と上位という二つの思想の結合をより一層強め、抗議生大論、倒幕という一つの行動目的へと修練させて、行くこととなった。土佐藩の板垣大輔が、中岡慎太郎や坂本龍馬らの圧戦や仲介も、あり、 幕末日本の薩摩と長州という二大地方勢力を中心として諸藩を休合しつつ明治維新へと向かっていくこととなった。ありがとうございます。